2022年サガン鳥栖ユー18が優勝を果たしたプレミアリーグ。2023年のリーグ戦は4月1日に開幕します。近年では高大連のチームでも J リーグ下部組織出身の選手が増えていますが、高校年代の最高峰となるプレミアリーグ所属のチームにおいて中大連出身の選手がどれだけいるのか、全24チームそれぞれの登録メンバーが発表されていますので、今回は各選手の中学年代の出身チームを調査してみました。動画の最後に全選手を通した割合を出しているので、ぜひ最後までご覧ください。まずは中大連出身が一人もいなかったチームを一気に見ていきます。J リーグの下部組織は内部昇格が中心になると思いますが、高大連所属の6校も0人という結果でした。ちなみに昇平高校においては高大連所属ではありますが、実質的な下部組織となる FC ラビーダ出身の選手が23人という結果でした。それでは残りの10チームの結果も見ていきましょう。一番多かったのは神村学園の15人という結果でした。もちろん登録外の選手を含めるともっと多くの中大連出身選手がいると思いますが、登録メンバーのみで合計した場合697人中 J リーグ下部組織出身は347人、町クラブ出身が309人、中大連出身はわずか41人でした。なお静岡学園、青森山田高校、神村学園の3校は中高一貫ですので、この3校を除くと中大連はわずか15人、全体の 2.15% という結果でした。まさに激レアさん、今の時代を象徴する結果になりましたね。いかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ったら是非チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。